どうもお久しぶりです。新潮くんです。僕の動画をたくさんの人が見てくれているようですごく嬉しいよ。そこで今回はこのチャンネルに多く寄せられる新潮に対する悩みや質問をいくつか取り上げて答えていくよ。この動画で疑問を解消してみんなで身長を伸ばそう。寝る前にスマホを使用していては身長の伸びに影響しますか？スマホや電子機器からのブルーライトは睡眠の質の低下に大きく関わっているんだ。何より睡眠の質がいいと身長が伸びやすいという科学的根拠もあるから、睡眠の質はできるだけ良くしよう。例えば睡眠前の90分はスマホやテレビなどを見ないで置いたり、水を飲んで睡眠時の脱水症状を防いだり、いろいろな睡眠の質の向上に向けた行動を習慣づけるといいよ。また各年齢に合わせて適正睡眠時間があるんだ。成長ホルモンは睡眠開始から4時間出てるんだ。だけど4時間の睡眠で成長ホルモンの分泌だけで身長が伸びるわけでなく、疲労回復や様々な作用が重なって身長が伸びるんだ。だから適正睡眠時間を守って睡眠して身長を伸ばそう。身長先生の動画にいくつか睡眠と身長にフォーカスを当てた動画もあるから、ぜひチェックしてね。白米と食パンどちらがいい？身長を伸ばす上で欠かせないタンパク質。欧米の人たちは身長が高くパンを食べているイメージが強いよね。だから日本人の主食である白米ではなくパンを食べた方がいいんじゃないかって思う人もいるんだ。パンにはグルテンというアレルギー物質を含んでいるんだ。だから血液検査をしてグルテンに反応がある人は白米を、ない人はパンを食べてタンパク質を摂取しよう。また血液検査では ALP という数値が見られるんだ。これは骨代謝を反映していて、この値が高いほど身長を伸ばしているということになるんだ。ぜひ採血した時はアレルギーと一緒に ALP の数値もチェックしてみてくれ。牛乳で身長は伸びますか？よく牛乳を飲んだら身長が伸びるなんてこと聞くけど、実際はどうなんだろう。ある論文によると乳糖不耐症でなければ牛乳で身長が伸びると言われているよ。身長を伸ばすのに適した運動って？まずスポーツをやっている人とやっていない人では、やっている人の方が身長が伸びやすい傾向にあるんだ。その中でも全身運動や有酸素運動をおすすめするよ。運動をすると成長ホルモンの分泌は良くなるんだ。また睡眠の質も良くなるから、運動は身長を伸ばすことには大切だよ。ただ過剰な筋破壊はあまり良くないと言われているから気をつけよう。がっつり筋トレした後はその分ちゃんと栄養を摂ることが大事。 G 行為をすると身長が伸びなくなるって本当ですか？病院などではなかなか聞きづらい質問だよね。亜鉛やタンパク質の放出によって身長が伸びなくなるんじゃないかって思う人が多いんだ。ここに関してはあまり影響はないと言われているよ。だけど実際なかなか研究対象になる人材が少ないことで研究が進んでいないんだ。でもそこまで関係ないと考えて大丈夫。どうだった？他にも質問があったらコメントで僕に聞いてね。一緒に頑張って身長をビヨーンと伸ばそう。